草木トンネルの一草木トンネルの一草木トンネルは、静岡県浜松市天竜区三作坊町にある国道152号のトンネル。延長線3 1 1メートル。1992年竣工1994年開通。トンネルの線形は逆 S 字の形をしている。当初は、静岡、長野県境の青崩れ峠を迂回するため3円。 南進自動車道の一部として先行供用された。しかし、建設にあたっては、脆い地質と高圧帯水槽に苦しみ、2.2km のトンネルと、その前後の取り付け道路に180億円、すなわち 1km あたり80億円超を、費やすという難工事となり、中央構造線をトンネルで貫くことの困難さを身をもって、証明することになった。 そこで供用後の1997年に改めて地質調査を実施したところ、草木トンネルから、先のトンネル予定区間である平越峠の下、すなわち、中央構造線外帯川は地盤が極めて脆弱なことが判明し、高速道路としては的確ではないと判断された。これを受けて2008年までに、同自動車道の計画が、三作牢から、 地盤のやや硬い中央構造線内帯川、すなわち青崩れ峠西川を通るルートに変更され、その結果青崩れトンネルを建設することになり、草木トンネルは同自動車道のルートから外されることとなった。そのため、2008年から2009年にかけて、草木トンネルをそれまでの高規格構造から歩道を付した一般道路に格下げするという極めて異例な工事が行われ、 制限速度が時速六十キロメートルから時速五十キロメートルに案内標識も緑地のものから青地のものに付け替えられた。二千十五年四月一日、トンネルは国道四百七十四号から国道百五十二号に変更され、浜松市の管理となった。一般道路となった草木トンネルは国道百五十二号から普通区間を迂回する平行シリンドへのバイパス機能や、 地域の生活道路として活用されている。ありがとうございます。